ありごまちは、こでそれでは今回なんですけども、セブンイレブンで D 払い20%還元キャンペーン D カード縛りなし、1月のコンビニはセブンイレブンで決まりということで、なんとあのセブンイレブンでバナナチップスチョコのキャンペーンではなくて、あの D 払いでお得なキャンペーンがまた発表されたので、サクッとお伝えしていこうと思います。 それでは早速こちらですね。セブンイレブンで D 払いプラス20%還元キャンペーン D 払いアプリで今なら20%の D ポイント還元というキャンペーンですね。いやーまさかここに来て D 払いがまたキャンペーンを打ち出してくるとは勢いがやっぱりすごいですね。 で、こちらのキャンペーンなんですけども、本日の1月の10日より始まりまして、1月の31日までの今月いっぱいキャンペーンが開催されます。もちろん D 払い恒例のエントリーが必須となってますので、これはお忘れないようにお願いします。そして、このキャンペーンのお一人様あたりの還元される上限は D ポイント1000ポイントまでとなってます。なので5000円分ぐらい決済すれば上限に達するということになりますね。 このキャンペーンでは、この D 払いの還元を受けるために、ちょっとした条件というものがありまして、今出てるように D 払いにて700円以上で決済をするということが条件となります。 なおかつ、結構セブンイレブンに関しては、キャッシュレー消費者還元事業の2%のところがもう基本的に多いので、今回はこのキャッシュレー消費者還元事業を差し引いた額となるので、まあ、実際には D 払いで決済するのは715円以上が当たりかなと、これが目安かなと思います。なので、まあ、ちょっと余裕を持って720円とかで決済する方が気持ちとしたらちょっと楽かなと思いますね。 あと、この対象となるクレジットカードの指定に関しては、特に今回は D カードのみというのも特にないので、まあ、ご自身が持ってるような D バレに対応しているクレジットカードであれば、まあ、それをセットするだけでも大丈夫かなと思います。もうちょうどちょっとあの、セブンイレブンで何を買うかということと、あとはこのクレジットカードについて後ほどまたお伝えします。 ま、先に残りの細かい情報や注意点ですね。まずは D ポイント。もらえるポイントは D ポイントの期間用途限定のタイプですね。そして D 払いのコード決済のみに対応していまして、D 払いでの ID 決済はキャンペーンの対象外となってますので、これはお気をつけください。なので、まあ、通常通り QR コードだけでの決済でお願いします。 そして、この D ポイントは2020年の3月末日頃に新定されるということになってますので、まあ以上がざっとこのキャンペーンの流れでした。で、ここからは先ほどお伝えしかけた対象のクレジットカードとセブンイレブンの715円以上の決済についてですね。まずこの対象のクレジットカードですが、こちらのツイートをご覧ください。 じゃんということで、今回はこちらのツイート、これドコモの公式サポートのツイートなんですが、日付で言うと1月の10日の11時14分なので、まあ結構本当今日の午前中ということですね。まあ実際にどんなつぶやきか読み上げさせていただくと、こんにちは、ドコモ公式サポート、林です。 セブンイレブンで D 払いプラス20%還元キャンペーンは D カード以外のクレジットカードをお支払い方法に設定された場合も対象となります。キャンペーンの詳細について次のページからご覧になれますということでした。 なので、今回は、D カード以外でも D バラに設定できるクレジットカードなどがあれば、還元の対象ということになりますね。ま、ちなみに僕の場合は、自分自身が結構もう、こう、ポンコツなので、ま、もしかすると、自分が希望してたクレジットカードからまたこう、切り替えたりするのがちょっとめんどくさかったりとか、忘れたりする場合もあるので、ま、今回は、クレジットカードより還元率は下がるんですが、僕のゆずひこチャンネルでも何度も 動画で紹介させていただいている D カードプリペイドでこのキャンペーンに挑む予定です。 そして次なんですけども、今回はセブンイレブンで715円以上の決済というのが条件となります。まあこれって思ったよりちょっとハードル高めかなと自分的にはちょっと思ってしまいますね。もちろん普段からセブンイレブンで700円以上、715円以上お買い物する方はそのままこう D バレーで決済しても大丈夫なんですが、セブンイレブンでお買い物する際にはこちらの セブンネットショッピングでお買い物をするという方法も一つの例としてあります。まあ、このセブンネットショッピングにはご覧のような本、コミック、雑誌、CD、グッズ、DVD、ブルーレイ、ゲーム、ホビー、そしてギフトなどがあります。まあ、この商品を実際にどんな風に購入するかと言いますと、まあ、普通にセブンネットショッピングで商品を購入した場合は、 自宅まで届けてもらうことも可能なんですが、今回はそうではなくて、受け取りをお住まいの近くにあるセブンイレブンでの店頭受け取りというのに設定します。まあもちろんこれ送料無料になるんですよね。 そして、頼んだ商品をセブンイレブンの店頭の受け取りの際に D 払いで決済をすれば20%分の還元を受けることが可能です。なので、例えばもし欲しい本とかお気に入りのアーティストの CD などを購入検討されている場合は、まあ、今回のキャンペーンを使ってセブンネットショッピングを利用してみるのもいいのかなと思います。ちなみに、この D 払いとセブンネットショッピングでのお買い物する場合は D 払いのキャンペーンの期間に届く必要があるので、まあ余裕 由をををっておおお買買いい物物早めめにすすることを強く勧すすしますちなみにこちらはですね、セブンイレブンにて D 払いで決済ができる一覧ですね。これ公式ページからそのまま引っ張ってきました。今お伝えしたのは赤枠の上の部分ですね。セブンネットショッピング以外のインターネットショッピング商品店頭受け取り時の店頭払いということですので、まあセブンネットショッピングはこれを見る限りは OK ということになります。 ま、他にもこんな風に D 払いで支払うことができないものも結構あるので、これはぜひですね、事前にチェックしておいてください。一応リンク貼ってます。そしたら、最後ですね、セブンイレブン店頭で実際にお買い物する際に、715円以上、ま、買うことっていうのが条件なんですけれども、やっぱりこう、何を買おうかなって迷う時があると思うんですよ。まあ、その際に僕、ゆずひこがおすすめする参考例なんですけども、それがこちらですね。 じゃんということで、こちらバナナチップスチョコという、まあ、素敵な商品があるんですけども、こちらの商品を1個税込み149円の商品を ご覧のように5個購入すれば合計で745円になります。なので、これで20%の D ポイントの還元で、なので、ま、149ポイント分の D ポイントの還元を受けることができます。ということは、実質1つ分がタダになりますね。いや、もう僕の中ではもうこのキャンペーンが発表された瞬間に、ああとても幸せなキャンペーンだなと思いましたので、まあ、ぜひですね、これは参考例にしてみてください。 一応今回今お伝えしたキャンペーンのまとめですね。期間は1月の10日から1月の31日まで。ちょっとここに書いてないんですけども、エントリーが必須となってます。まあ、セブンイレブンと D 払いで20%還元。上限は1000ポイントまで。で、1回のお買い物に715円以上で決済。あとは先ほどお伝えしたセブンネットショッピングで店頭受け取りで D 払い可能ということですね。一応ざっとこんな感じです。 まあそんなこんなで今回はセブンイレブンで D 払い20%還元のキャンペーンについてお伝えさせていただきました。いやーまあ今月だけでも D 払いはランチのキャンペーンであったり生活応援キャンペーンもある中でまたその中に今回お伝えしたキャンペーンが加わるのはかなり嬉しいですよね。まあしかも今月はあとドラッグストアのキャンペーンもあるので かなり1月の D 払いは暑いかなと思います。まあ、もしですね、セブンイレブンで D 払いでお買い物をしてる最中に万が一715円に達しなかった、到達しなかった場合は、もうゆずひこ激推しのバナナチップスチョコを一つ足して、うまく数字を合わせてみてください。以上下の概要欄に今回お伝えしたキャンペーンの公式リンク、そしてこれまでお伝えした、まあ、関連する D 払いの動画のリンクも貼っていますので、ぜひ詳細気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上 ですご視聴どうもありがとうございました。